はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオ35引き続きねやっていきたいんですけど、またね日にちが変わって新しいミッションが来てるんだけど、2コースクリアする、前のなんか4コースほどではないですけど、これ結構ねなんか油断してやられちゃうんで何回目で成功するかといったとこなんですけど、で他は、ピンチ狙いを使って30回敵を送る。だからずっとピンチ狙いとかにしときゃあれかな、結構送れるのかな。で、あとは合計200体倒すがまあまあまああるのでやっていきましょうか。さあ35人バトル、まだ12日にはなってないのでスペシャルは遊べますよと、そんな感じなんですけど、まあまあまあ、まあ、落ち着いてね、まずは1の1から手始めに肩慣らしといきましょうかまあね、1の1と1の2クリアすればね、なんて言うんですか、もう2コースクリアするがね、1ゲームで達成できるんで、まあその辺狙っていきたいが、どうなる？ゲーム開始準備中。ゲーム開始準備中。あ、来た、1の1。ピンチ狙い。ピンチ狙いしていくか。ね、ピンチ狙いでとりあえず行きましょう。まあとはいえ、特になんか対象は別に、基本的にまだ序盤なんで変わんないと思うんだけど、さあピンチ狙いの前以前になんかやられた人いるけどその人狙うんじゃなかったのかなちょっとピンチ狙いのねちょっと加減がよくわかんないが、ぼちぼち送って、でここコイン落ち着いて回収する。まあカウンター狙いしてもね、狙われてるの全然いないんで、まあまあまあしてもしょうがないなみたいなところあるんですけど、ほいほいほいってして、でこのゴールする。タイムがないんだが、ちょっと待ってよ、落ち着いて落ち着いて、そう、敵が思ったより送ってもらえてないので、まあ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 ちょっとタイムどうしようかなみたいなとこはあるんですけど、ぼちぼちコイン回収していくか。よし、でそこにクリボーがハマっていってるならば、たくさん倒しておこう。ポコッ、よし、あぶな、うっ、ファイヤー失った。ちょっと待ってノコさんに行ってもらうか。いけ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 。でその間にこの辺でコイン回収して、クリボーが来てるが、ちょっとこれ今ファイヤーないのでこっち避けて、でここでふわーふわーで、この細い道、ほい、よし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 、叩いて、ふわーふわーふわー、オッケー、しっかりと3体倒して、うっ、ちょっと待って、なんか出てきた。そう、なんかあったよね、あそこ。謎のね毒キノコみたいなのが出てくるが、ここ地下入りましょうか。地下入って、これピンチ狙い狙われてる説ない？そんなことない、そんなことはないか。でね、こっち来て、この辺からルーレット回しとく。お、ファイヤー美味しい、ファイヤーは強いぞ。よし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 。で、タイミング見て、今でこうやって今、よし、これで2コースクリアかな。 OK で、1の1、1の2、1の3。1の1行きましょうか。タイムないぞ、タイムないぞ。これピンチじゃね。自分が一番ピンチ説があるんですが、まあまあまあ、ここでクリボーでたくさんタイム稼いで、で、ファイヤー回収することで10秒増える。オッケー。で、ここ、レンチャンいるので、ペコ、ペコで5秒稼ぐ。で、これまっすぐ行きましょうか。なんかね、この辺にワンナップキノコあるのをね、なんか他の人の生放送で見たんですよ予習済みだと。でここでファイヤー獲得することでしっかりとタイムも伸ばせるので、うん、こんな感じでタイム伸ばしていけばいいのかな。でね、コインもここでしっかり稼げるので、まあまあまあこっちルートも悪くないよねといったとこなんですけど、でスター出てくる。このスターは落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ちょっと待って、うっ、そのファイヤーが頭ぶつけちゃう。よし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 。しっかりとタイムに変えてしまう。で、パックンがいるが叩く。で、ここ何出んの？コインですか？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあ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 、ぼちぼち回収して。もうでもなんかピンチ狙いで30体以上送ったような気もするが、どうなんだろうね。まあカウンターにしても全然狙われてないから、今カウンターやる意味ないなみたいなところはあるんですけど、こっち出てきて、タイムがないよね。タイム欲しいな。お、ちょっと待って。クッパステージ来てしまった。クッパステージ、慣れてないからな、どうしようかな。で、敵が全然いないので、タイムが全然ないが、
クンピクンして、で、あー早かったか、くっ、うっ、ちょっと待って、ノコさんいる、送る、ふっしゃがむ、でクッパさんがいたが、なノコノコに一撃でやられて、ノコノコ強いよね。ね、その点クッパさんワンパンでやられちゃいますもんね。でここ勝ってしまうが、もうこのまま走り抜けるか。あー、なんかそこにコインあったんや。なんかトラップ、うーわそのパックンはずる。クッ、まあ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 、でここでまとめて倒して、で1の1帰ってくるが、キノコ補充、キノコ補充して、でクッパがファイヤー吐く、でここポッてして、いやーそこのファイヤー取りたいな、取りたいな、あーすぐ失っちゃうよな、もうあいつ置いとこ、あーそこのクッパやばい、ちょっと待って、それは高いしちょっと狙いづらいんだけど、うわーきついなこれ、これ地下入るか、よし一旦落ち着く。表にいた敵はもう見なかったことにして、上に上がるとまた復活してそうだよね。そんなことない、そんなことない、一旦落ち着いてるみたい。ちょっと待って、今踏んだよね、踏みません、踏んでませんか、踏ん、まあ神様が踏んでないとおっしゃるならばそうなんですけど、で2の4に来た、スター取る、これはこれキーノコ、よし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 、ぼちぼち耐久は上げていくが、もうここスターで抜けちゃうか、よしで抜けた、でこっち乗っかって、あぶな、またクッパの炎が、いやまあクッパステージやから、まあそらそうやといったとこなんですけど、クッパの炎激しくね、こんなもんこんなもん、ふっ、のこさんのこさん、よしで、あー食らっちゃった。もうゴリ押しで、ゴリ押して、でここでキノコでもいい、最悪、あーキノコすら出なかったか、ちょっと待って、ならばピコってして、ピコってして、クッパ倒しとくか、プーンプーン、あーそうファイヤーじゃなかった、危ない。今完全に油断した動きしてたが、さあコインは回収で、敵の数は落ち着いていそうだが、こっち、ここここ、ノコノコは強いぞ、ノコノコは強いぞ、でポコポコポして、23、 OKOKOK、 しっかりとタイム稼ぐ、で地下入ってコイン回収して、なんかどっかにたくさんコイン取れるとこあったんですよね、ここか、ははははははは、ここもしっかり回収しておきましょう、回収してまた新しいポイントをね覚えてしまったといったところなんですけど、ほいほい、よし OK、 しっかりタイム伸ばして、クッパイ、ちょっと待って、ルルル、あーちょっと待った、もうコマゴールするか、クッ、外れ引いちゃったね、スターか、次のステージは1の1、でクッパはいないみたい。まずそこの確認をした、でキノコちゃんはファイヤー回収して、久しぶりのファイヤーな気がする、ちょっと安心感あるね、安心感あるが、ポコッポコッとしてタイム伸ばす、でここワンナップ、ワンナップ回収して、で、あはははは、叩けなかった、何やってんだ。まあ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 、でここでぼちぼち叩いてファイヤー送り込ん で、 でコインは回収する、気づけば8人といったとこなんですけど、ここでスター取って、スター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 取って、ゲストを倒す、で落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ふっ、ゲスト倒せなかった。まああいつは無視しよう。で、うわあ、プクプクが飛んでくるのやばいな。よし倒しとく。で、ポコポコってして、でもうこのままゴールと。うん。まあ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 。おっと水中ステージが来てしまったぞ。ゲスト倒す、オッケー。で、
何気にあれですね、ピンチ狙い、やっぱピンチ狙うから KO 数多いですね。かなりありがたいが、スイーってして、スイーってする。で、よしよしよし、そっち倒して、危なかった。ちょっと、なんか、Y と B が同時に押しづらいので、ちょっと、なかなかこの水中のね、動きがうまくいけてない感じがするが、おおおお、誰か KO した。気づけば6人。さあ、このままゴールと。よし。次はどこだい？お、うわ、ニノさん来た。いやー、このプクプクの挙動はやっぱうわーってなっちゃいますよね。もういっぱいファイヤー送っちゃうぞ。倒しちゃい、倒せなかった。ほい。危なかった、今。食らっちゃったが、食らっちゃったが、この辺にアイテムボックスあったよね、確か。もうちょっとか。ここか。ここ。よし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 。これで耐久アップしつつ攻撃力も上げていく。で、ただ、このステージそんななんか、構造的にたくさん倒せるステージではないので、かなりタイムがね、じわじわと減っちゃうし、減っちゃう上に、後ろから敵に狙われると、苦しい状態だが、ちょっと待って、ほい、ほい、このまま抜けちゃう。ほい、よし。で、このままゴール。さあ、ててん。ここはもう落ち着いて。よし、ノコ倒す。ノコちゃんはクイブ倒す。ファイヤー回収して、コイン。で、そのパックンがちょっと邪魔なんで始末しておいて、ポコポコ踏んで、そっか、ノコ使ってもよかったよな。まあ。あの子さんがごっつんしてるならば、ペコッケ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 ッは降りるのも、降りてしまった。ノコやっちゃったか。まあ、じゃあもう潔くファイヤーで、ボカボカやって、これ降りてる余裕あったかな？わかんないな。コインは回収。よし、全部回収ね。オッケー。で、掘ってして、ほい。オッケー、しっかりとタイム伸ばす。で、上。よし。で、ねえ、このままゴールに駆け抜けて、1の1行くか。ね。まあ、敵も倒しやすいしね、1の1。タイムが増えた。おっと、ちょっと待ってや。ほい。よーし、しっかりとタイム稼いで、で、もうこいつやっとくか。どうせ1体やしね。よし、ペコペコペコ。で、ふっ。食らっちゃった。ちょっと待って。まあ。で、ふわー。で、ワンナップ回収。ここはルーレット回す。で、ペコ。ちょっとスターなんですね。まあ、スターなんですねと言われればスターなんですよと言うしかないが、もう一丁スター。待って。で、ここで回収していく。オッケー。で、ポカポカぶつかって、タイヤ。よし。で、ぼちぼちタイムは増えたね。ただ、ここ、ノコさんに行ってもらう。ノコさん、おしよし。食らっちゃった。待って。もうこのままじゃあゴール駆け抜けましょうか。ここどこ？ちょっと待って。暗いとこ来た。怖いけど、ノコさん、いけ。跳ね返りが来るんです。タイムはあったのに、くっそやられちゃったね。ただミッションは全てクリアしたこと、いい感じでしたね。いやー、惜しかったな。で、ランクは40になりましたよと。クッパさん出ないね。
13分23秒結構粘ったよし、かなりのね熱戦を繰り広げましたが、じゃあちょっと切り替えていくか。なんかまだ戦ってるみたいなんで、かなりモサたちは粘っているぞといったとこなんですけど、スペシャルバトルやっていきましょう。まあね、チビで始まる代わりにコインたくさん持てるみたいな、そんな感じみたいなんで、まあ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 どうするかなといったところなんですけど、これあれですかね、コイン使わずになんか敵たくさん出てきたらパウ使うみたいな、なんかそんな感じの方がいい説がなんか出てきたような出てきてないような、ちょっとなんともなんですけど、さあ開始で、とりあえずここはもう落ち着いて踏む。でタイムはまあまあ結構余裕あるんですよね、このモード。まあ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 、まあ、落ち着いてこなせば問題ないよといったとこなんですけど、今ちょっと2匹連続で踏めるか怪しかったんで、ちょっとふわーってしました。ふわーってして真ん中に降り立ちました。でノコが落ちて、クリボーが落ちていくか、ここかな、ここですね。ワンナップ回収してしっかりとタイムを伸ばす。でふわーふわーはーくっ、ちょっと待って、ノコさん行っちゃえ、ノコさんで、ノコさん行ってもらってキノコ回収する。でそれ上のやつ降ってくるよね、上のやつ降ってくるが一旦やり過ごして、ふわーふわーふわー、危なーそこ天井届くの聞いてないんだよなガリガリってなって、ガリガリってなって、ちょっと危なかったが、ポカポカ飛ばしてふわーってする。でこれ回収して、無敵よと、無敵モードに帰って、これファイヤー取っときたいね。ファイヤー取って、まああとはもう無敵でスキルか。ほら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 、で気づいたらパタパタもいるみたいなところですが、まあ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 送っていくと、まあファイヤーがあればねなんとかなるよと、そんな感じなんですけど、パタ当たんねえパタパタ強い、ちょっと待って、極悪な避けられ方をしたが、気づいたらタイムが結構伸びているので、コマゴール入る。で、あ、これあれですね、早速ノコさん、ノコさん、パタさん、パタさん怖いな、パタさんは嫌なんだよな、パタさんちょっと始末しておいて、歩いてるノコさんは欲しいので、いけ、よし、あー敵いないわ。じゃここでファイヤー回収して、どっか入れないかな、この辺も探していきたいよね。ここじゃない、じゃなかった、そんなすぐには土管はないこと、そういう感じか。あーちょっとそこ敵さんたくさんいるから倒して、でこれは何もなし、ここも何もなし、数が多いのでふわーってしていくか。よし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 、かなりタイム伸ばした。ふわーふわーで、まあコイン送り込ん、コインちゃんはファイヤー送り込んで、これ何出てくる、スターか。よし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 、回収して、もうここすごい数、ちょっと無双したい、無双できない。あはははははバネーバネーそりゃあはんってなりますわいやサクッとやられちゃったね。いやいやいや、まあまあまあ、でもやっぱあれですね、スペシャルコースは基本的にまあ見慣れないコースに飛ばされるので、なんていうか割とね早めになんか勝負が決着しそうなところではあったんですけど、引き続きゲーム開始準備中やっていきましょうか。あ、カウンターで1の2から始まったが、ほっ今2体踏んどきたかったかまあ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 、まあ、回収してでコインは取っておいて、そこ置いとくか。でノコさんがいるので、これもう時間使ってでもノコさんで倒せる、ノコさんで倒せてないそんなにちょっと待って、いけノコさん、よし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 、しっかりとタイムが増えていく。でまたノコさんが来たので、よしノコさん祭りじゃい、よしよしよし、いいぞ。でふわーふわーふわーペコン、よし。でここファイヤーじゃないのちょっと辛いが、うっ、ちょっとこれノコさん、ノコさんに頼る、ふっ、危ない耐えた。で、コイン回収していくか、ここで
上のやつも取る。これどういうルートが早いんでしょう。うわー、取らずにそのまま入ってしまった。くっ、やらかしたか。あい今なんかつまずきましたね。ジャンプ足りなかったと。やばい、クリアできずに終わってしまったが、ランクは上がったが、1分8秒か、割とすぐ終わっちゃったね。なんか粘れる時と、いやまあでもそっか、スペシャルやとね、粘れてもまだなんかそんな数分とかしか粘れてないんで、できれば最長記録をね目指したいが、っていうかステージ2つ目のなんか敵たくさんゾーン、あれ地獄じゃなかった、あれ何なんでしょうね。まあ何なんでしょうねっていうと、そんだけ敵が送られたのか、スペシャルだからちょっとなんかもともと用意されてたのかは分かんないが、やっていきましょう。さあ1の1スタート。ここは落ち着いてペコペコなってるが、まあまあまあ気にせずに、でしっかりとキノコ回収して、で1体だけど避けちゃったならば、まあまあまあ避けてペコペコする。でここよし、でワンアップ取ってタイム伸ばす。ただ今のところあれなんですよね、タイムがどうのこうのっていう問題じゃないところで終わってしまってるので、まあそこはしっかりと落ち着いてプレイしてくださいと、そういう感じなんですけど、ペコペコペコよし、で回収して、これはコインで、ここの方がコインたくさん出るから、ちょっとあの上のボックスの意義がよくわかんないが、あーノコさん持っていけなかった、ノコさん持っていけなかったが、ふわーふわー、よしたくさん回収して、ふわーふわーして、モンスター取っちゃうか、ててお、おしよしよし、だんだん慣れてきたような気がする。よしよし、ギギギギ、スタータイムだ。登り詰めろ、スターダムへ。危ない。ここに、ちょっと待って、なんか飛んできてる。ジュゲムさん、やだ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 。ジュゲムさん、やばい。ジュゲムさん、マジでやばい。ちょっと、そこやめて、グッ、食らっちゃうか。ジュゲムさん、何食らった、ジュゲムさんに当たったー。ちょっと待って、今チビなんでルーレット回していく。よし、おし、おしじゃなかった、全然おしじゃなかった。アイテムが欲しいんです。これかな、キノコからのキノコだった、タイミング悪かったか。これちょっとどうする、パウパウ、スターさあ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 、でスターで抜けてるが、これスターこの辺に入ってない、そんなことない、そんなことなさそう。うっ、これも走り抜けるしかないよね。ルーレット回せないんだもん。うそう、10ゲームがね、スペシャルやばいよね。いやー、逆にこれみんなよう耐えてるよな。他の人どうなってんの？あっちの2とか引いてんのか。いや、でももう10ゲーム地獄になってるよな。みんなどうしてんねや。いやでもなんか安定してるよね。なんで僕のところあんなに受験もいっぱいいたんですか、おかしくね。って思ったけど他も結構いるのか。あー、いやまあやられちゃうよねそりゃ。これは、あ、見れなくなった、この人見れない。あ、これステージクリアしたらちょっと真っ暗なんか。あーっていう感じ。っていう感じ。なんかでも他のところ平和そうなんだよな。気のせい、気のせい。いやもうジュゲムどこで湧いてくんねみたいな感じなんですけど、うん、やっぱあれですよね、明らかにあんなにたくさんみんながジュゲムを倒して僕に送りつけてきたっていう形跡はなかったんで、おそらくなんかもともとね用意されたコースとしてなんかたくさんジュゲム配置するみたいな、なんかなぜか湧いてくるみたいな、なんかそういう感じなところがありそうなんで、なんでといえど対策は打てない。パウ狙っていくしかないよな。パウ狙うためにルーレット置いとくとかしかなさそうなんですけど、さあコイン回収、コイン回収しつつノコ倒して、ノコっていうかクリボ倒して、となると、いやこれタイムよりもコイン優先やなね。さっきコインなくなってやられましたもんね。なんでそこでワンナップ取ってから地下入ればよかったのでは。まあ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 、そういう細かいところだよ。で、これは1個コイン、コイン1個、カウンターですよね。これカウンターよね。カウンターして、このままゴール、
で、お、4の1、4の1、4の1か。あー、出たよ、もう、10ゲーム。早いよ。早いが、ちょっと待ってよ。そこの上に置かれると辛いんだよな。今のところ1体でいけてるので、これの数が増えてくるともう地獄なんだよな。よし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 、先にファイヤー送って倒しておいて、スターどっかないんかな。あー、失ったファイヤー。うっ、ルーレット。あ、スター来た、スター来たが、こっち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 、スター来たが、今のうちにルーレット回すこと。スター2連チャン。そういうモードになってしまった。で、このまま倒して、で、ただここが、うー、スターなのか、ここキノコなんだよな。今ジュゲームいないもんね。だから今スターもらってもジュゲーム来てるよ、ちょっと。いやー、もうあいつ倒したい。いやー、ぐちゃぐちゃやな。まあ、ジュゲームのね、猛攻をかわしながら、なんとか、猛攻をかわしながらというか、アイテムをね、なんとか使いながら、スペシャルに挑みましたけど、やっぱスペシャルね、敵強いからね、決着がね、早くつきそうといったところではあるんですけどね、またな、また次回も、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。またね。